こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon に FBA 納品するときですね、使う転送会社、スピラミッドの利用方法です。これね、住所を間違えて設定したり、送り先を間違えると、正しく納品できませんので、よく覚えてください。よく覚えなくてもね、久しぶりに使うとか、ちょっとあれこれでいいのか自信なくなっちゃったなという場合はね、遠慮なく確認してください。まず、スピアネットは、日本に送れば、スピアネットの方で EMS で海外に送ってくれます。ですから、発送先は大阪のスピアネットに送ってください。まあ、住所ここですね。で、これ違う住所になってたら、それ古い住所ですから、この新しい住所をご利用ください。そして次に、次にというかね、手順的にはこの送る前に、荷物の設定をしてるんですけど、荷物の設定をするときですね、住所がしばらく使ってなかった人は変更になってます。また、新しく使う人もですね、住所をどっちに送るのかなと、ちょっと迷うとこあるかもしれないんで確認しておきます。まずね、これカリフォルニアに送ろうとしてたら、それは間違えてます。今、スピアネットのね、送り先は、このログインしてね、Amazon FBA 納品ってとこをクリックすると、住所が出てくるんですけど、このニュージャージー、ね、NJ もしくはニュージャージー、ここの住所が正しいです。でね、カリフォルニア返品専用受取センターと、ね、返品専用、ここでもいいのかなという気がしちゃうんですけど、ここは全然別です。Amazon から、返品を受ける場合、あるいは、売れた商品をね、返品してもらってもう一回、納品したい場合なんかに使う住所なんで、FBA 納品の時はこのニュージャージーと。いうのを、きちんと確認して設定してください。さっきのこの画面でね、違う住所になったら、ship from another address で、スピアネットの登録、ログインして確認したこの住所、ニュージャージーの住所を入力してください。で、自信なければですね、入力した後の、画面キャプチャをいただければ、それで合ってるかどうか確認します。何しろね、こういう作業、小さなことでつまずくとね、無駄に時間かかっちゃったり、無駄なお金を使っちゃったり、ね、つまんないことで、へこんじゃったり、するともったいないんで、きちんとした手順で、納品してください。またきちんとした手順がね、自信がないなという場合には、遠慮なくご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。